俺と巨人の3年物語はこれから2年目シーズンを迎えることになる。3月31日の阪神戦からスタートして以後143試合の公式戦がこのように続いていくわけなので、これからその模様をお届けしていきます。改めて軽くですけど、昨シーズンの成績を振り返ると、ジャイアンツは最下位に終わりました。物語3年しかない中、1年目からいきなり最下位になる、予想してなかったことなんですけど、結果としてはこうなってしまった。その理由は投手力が圧倒的に足りてなかった。いかんせん開幕から倒壊現象を起こして打たれまくるゲームっていうのが増えていって、まあそれは選手に任してもそうだし、俺自身がピンチに注目して抑えに行っても打たれてしまって、打線がどれだけ頑張っても無駄になるゲーム展開が多かった。しかしその弱点に関してはコンオフに補ったつもり。 FA でロッテの石川、横浜の安明をゲットしたりしたし、あとはこれまで育ててきた若手投手っていうのもいて、2年目の開幕戦は今いる1軍メンバーでこれから戦っていこうと思ってるんですけど、この1軍メンバーっていうのは現在の能力、あとは将来性ですね。そういう部分を考慮して選んだ。起用法も紹介していきますが、投手に関してはこんな感じで、今季はローテ1番手統合を起用し戦っていくことになる。もうこれからのエースですよ。年齢的には伸びしろがまだまだある選手というか、これから全盛期を迎える選手ですから、その中で色々と特殊能力がついたり能力が上がったりするでしょうけども、現時点でお前がエース。これまでのエースだった菅野智之を2番手に回し、まだ使えなくもないですから、この能力の菅野とともに2年目は戦っていく予定です。そして3番手に新たに加わった石川歩夢、すでに能力は落ちてるんですよね。球速が1キロ落ちていて、衰退期にも入ってる。おかしいな、 FA 加入前は全然能力衰えてなくて、まだ衰退期じゃない、こいつ息の長い選手やなと思ってたんですけど、いきなり巨人に入った途端衰えた。なんか詐欺を食らった気分なんですけど、現状使えるし、そもそもこいつは1年契約だから2年目がないのよ。そして契約する予定もありません。それなら別の選手取った方がいいから、だから今年1年使い潰していきましょう。リリーバーに関しては安明を守護神で、国際大会でなんか打たれるシーンをいっぱい見ちゃったんで不安に感じることはあるんだけど、お前がこれからの守護神で、ここを変えるようなことはあってはいけない。今シーズンはクローザーは完全固定して戦っていく予定です。こいつに関しては複数年契約ですから、来季もいる。対戦に関しては接戦時で起用し、中川は中継ぎのエースって感じで、この辺は能力が高いので信頼してるし、あまり起用法も変えたくない。野手に関してはこのようなオーダーで開幕戦は戦っていく予定です。坂本とかはもちろんこれからも起用していきますね。能力の衰えが始まっていて、すげえ勢いで衰えていってます。それでもまだ今シーズン始まりの段階では使うことができる。終わり際になったらちょっと厳しいかもしれないですけど、年齢的な問題もあるので、もうそれは仕方がないですから、そこに抗うことはせず、使える時に精一杯に使っていて、使えなくなったらクビにする。それでいいと思いますよ。3番にはウォーカー、守備能力はなさすぎて正直あまり起用したくないんですけど、打力はあるから、その打力を生かして結果を残してくれたらいい。期待して3番に置いて、4番にはもちろん岡本和真ですね。そして1番には吉川尚輝、この辺に関しては不動です。変える予定はない。5番にはポランコですね。こいつクビにするかどうか迷ってた助っ人なんですけど、1塁コンバート成功して1塁守れるようになった。つっても適正16で守備能力は相変わらずねえけど、打力はあるから、それを信じて起用していく。ダメなら別の選手って感じしますけども。そして丸に関しても今季も起用していきます。衰退期に入っていて能力も衰えてますが、まだ起用することができるので。ただ丸とか坂本に関しては途中交代要因にしてます。フルで使い続けることができない年齢ですから、途中から若手の、例えばこれまで育ててきた湯浅だったり、あと外野この岡田だったり北村だったり、この辺が途中で入るようにちゃんと設定はしているので。ほんでキャッチャーは大城、8番に松原っていうのは今季のジャイアンツのオーダー。紹介した通り、このような1軍メンバーで開幕戦を迎え、これから戦っていくことになるので、あと昨年最下位に終わってオフに補強をしまくったということもあるので、金額が6360円しか残ってません。全然足りへんのよね。だから今シーズンもこの戦力で最後まで戦い抜いていくしかない。途中で補強することができるってなったら、それは交換トレードとかそういう話ですね。じゃあこれから2年目の開幕戦迎えていきますが、昨シーズンに引き続きプレイする際は基本的には出番プレイですね。チームのチャンスとかピンチとか、また選手に注目したりという感じにしていこうとは思ってるんですけど、開幕戦はチャンスとピンチ両方やるよ。相手阪神打線を見ていくと、阪神には山田哲人が加入して早速2番で使われている。補強に成功したチームですよ。山田というのは今国の争奪戦になったんですけど、阪神が手に入れた。山田の加入によって強くなっていることは確か。その阪神にいきなり開幕戦でズタボロにされないようにやっていきましょう。開幕戦プレイボール始まり、チャンスを作るのはうちではなく、戸郷がピンチを作ることもないよな。そこはなくていい。先にチャンスが来てほしいのが本音なんですけど、まだチャンスもピンチもなく3回相手打線を抑えていってる。守り合いになってますね。そら互いのエース同士が投げてる開幕戦、おかしくはないが、ようやく来た。このチャンスでものにして2年目を気持ちよくスタート切っていきたいですね。やっぱ始まりっていつもいつでも言うてますけど重要で、そこでやっぱいい始まりを告げられなかったら、後に続くのはもう苦しい展開ばかりですからね。まあ、昨年なんてまさにそうでした。開幕戦でズタボロに打たれた流れがその後倒壊を招いたわけなので、今シーズンはそうなるつもりはないよね。開幕戦からうちに行って
なおかつ守るってことをしたいのに、それができなきゃ不安になりますね。いきなり不安にさせないで、これから楽しい2年目していこうと思ってるんだけどね、自ら不安にさせちゃってる。この流れで他方がピンチを作るってことはないよね。なかったな、アイス。さすがエース、抑えてくれてるのはいいんだけど、そのとこを助けられてない。うちの打線あかんね。これどうしようか。いきなり並び替えた方がいいのかな、わかんないですけど。うわ、豪華一戦とまた佐藤輝明に長打浴びてのこのピンチか。もうなんか今日はこの1点で負ける可能性があるから、それは嫌なの。打たれることも嫌だけど、無援護で負けるのも嫌だから、もう全部が嫌ですよ。負けることそのものがな。これ、早い、もう早いんじゃ。俺はピッチャーで取りに行こうとしたんですよ。で、ピッチャー動かせなかった。ほんで、セカンドが操作キャラでしたでしょ。いや、その時点でおかしいやん。セカンドじゃなく、ショートが取ったらええだけの打球なんですけど、まあ、毎度毎度こうやってありますね。そしてまたピンチを作りました。クソみてえな失点からクソみてえなピンチが続いて、またクソみてえな失点に絡まなきゃいいけどね。こんな1点で開幕戦負けたら2年目何も期待できないぞ。この2年目で黄金時代への基盤とかそういうものを作っていかないと、3年しかないんだからさ。今年も最下位で終わったらもう3年目なんて何も期待できない。黄金時代を作るっていうのはそれ以降も勝っていかないとダメということなんでね。今のジャイアンツにはそういう空気が一切ないという。1点取り返すチャンスがやってきたのであれば、もうここは確実に取れるチャンスなんで取っていきましょう。バントとか小細工はあった方が良かったね。そういうことしていかないとダメだわ。いい加減ね。なんかバントとかいらねえとかよく言ってますけど、あかんあかん、バントしよう、バントしようと思いました。これからいっぱいするシーンは確かに来るでしょうね、間違いなく。これミート打ちでいこうかな。もう青柳に対して強振で打てるイメージが全くない。このスライダーもえげつないし、投げてる球は超一流やな。それを国際大会で見せてほしかったよね。お前国際大会でホームラン浴びた投手やからさ、それをなぜ見せれなかったんだ。そしたらまだこの戦いやってないから、こんな戦いならこの動画でやりたくなかったっすね。岡本和真も凡退、もう鬱陶しい。このスライダー全然打てへんわ。こんなしょうもない1点で負けんのか。戸郷がいきなり負けをつけることなんのか。もうチャンスないの。このまま終わろうとしてますよね、試合は。明らかにないですね。いや、このまま終わるのは嫌なんでね。大勢が出てきてますけど、8回の裏このまま抑えてもらって。うわぁ、今エラーが絡んでのピンチ作った。もう誰のエラーか試合終わりに確認するから、ここはまず抑えていく。抑えて9回の頭からプレイしていく。こんな1点で負けたくないっすよ。昨年以上に屈辱的な開幕戦じゃないですか。あんな形でね、ゲームの仕様的な感じで無駄な失点して、ショートが取れば問題解決だったんだから。でもゲームの仕様で取れなくて、あんなので1点入って、あんな1点で負ける。許せるか、そんな話。だから絶対負けたくないんで、9回頭からプレイしていく。これまで打てなかったやつが9回限定で打てるか言うたらチャンスはあるよ。青柳のスタミナだって落ちてきているんだから、その落ちてきたところを俺が捉えて勝つっていうのが理想的かな。とにかくアウト3つ取られたら終わりの状況は坂本隼人から始まりますが、代打等ないですね。坂本を打席に立たしていきましょう。今日全く結果を残してないですけど、2年目の開幕を終えるわけにはいけねえから、いけねえから、いけねえから、やれることやっていこう言うとんねん。あのスライダーは、まあでもね、スタミナ切れかけ間近なんで多少曲がりはおとなしくなってるんだけど、なんかそれを警戒してかシュートを切り替えたね、こいつ。ソロ流れでのスライダー打たされてアウトになる。初回からやってること全部同じ、同じ、同じ、同じとこでサイクルして同じように死んでいくのか、死体を積み重ねるのか、そんなつもりは毛頭ないんですけど、今そんな感じになっちゃってますね。これは抜けていく。ようやくスライダー打てたけど、ワンアウト一塁という出塁から繋げていかないと、この後は岡本和真、これからチームを引っ張っていってもらう4番ですから、黄金時代は吉川直樹、岡本和真、戸郷、この3人で作り出すと俺は思ってる。だから、お前が打たなきゃダメなんだ、このシチュエーション。戸郷を助けてやれるのはお前だけ。これ、閉殺の能力発動して、ちょっと鬱陶しいんですけども、それでもパワーがあるからね、うまく捉えたら確実に行くはず、期待してよ。俺自身が期待してる、岡本和真に。甘く来た、甘く来た、甘く来たんだけど、こういう形で終わって2年目の開幕戦終了ということになりました。なんて不ぞまな開幕戦の戦いでしょうか。こんな負け方するチームが今季優勝することも、また最低 A クラスに入ることもできないよね。2年続けての再開が分かった、そんな戦いの結果ということになりやして、片や相手エース力投で1点だけで勝って、片やこっちのエース力投も1点も入らず負ける。この違いが阪神と巨人の順位の違いを表したと思いますね。補強に成功したチームと補強に失敗失敗して、これからさらに落ちていくチーム、下はもうないと思ってたんですけど、まだまだそこがあるらしいぞ、このチームには。全く相手青柳から打ててない。そりゃいい投手なのは知っとるけども、もっとチャンス作れだし、そのチャンスからちゃんと得点取れなかった俺にも原因があるよね。昨シーズンは守れずに負けるってことが多かったんですけど、今シーズン始まりは打てずに負けました。守る分はそりゃ戸郷が投げとるから打たれることはないと思ってた。しかし抑えるようになっても打てなくなったら意味ないよね。このバランスの悪さから色々と差し付くものがあるんですけど、まあたまたま開幕戦こうやって負けただけと解釈しま
ましょう。今季の初勝利は次の2試合目で挙げられるようにね、1試合目あのような形でしたけども、2試合目はきっと違うと信じて、またチームのチャンスとピンチ両方に注目してやっていきます。前日の敗北を引きずるな、今日勝てばいい。開幕3連敗は絶対に避けたいからこそ、いきなり吉川尚輝がチャンスを作ってくれたのはありがたい。これ確実バントを決めていきましょう。今シーズンはバントの数増やしていいなと思う。ジャイアンツらしさがそこにあるかって言われたら名前にふさわしくはないんだけど、そんなプライドとか名前にこだわってる場合じゃないから、1点でも多く取っていく野球をしていかないとダメだからこそ、バントの機会を増やして得点に絡めていくっていうのが理想ですね。先ほどの開幕戦、このウォーカーの活躍は素晴らしかったよ。うん、まあ当てて当てての最低限これでいいと思います。うん、普段からこの野球しかしてないような気がするけど、まあ今シーズンはこの機会をもっともっと増やしていこうと思ってるんですけど、それに対していきなり投手がピンチを作るこのバランスの悪さ。前日抑えたんなら今日の投手も抑えると言いたいんだけど、菅野智之やはり賞味期限はもう近いのか、打たれてしまうことに驚きはない。かつてのスライダーの曲がりもないし、あとスロースターター持っているんで、この立ち上がりっていうのは本当に打たれる機会がめちゃくちゃに多いんだよね。ほら、打たれた。山田哲人、阪神に移籍後初アンダー、どうやらホームラン。いや、いいですね。新天地で活躍していくんじゃないですか。こういう始まりを告げたので、うちには全く関係のないことですけどね。うちに入った山田哲人がこういうホームランを打つんだったら話は別でもちゃうや。阪神の山田哲人が打ったってだけ。それに何の価値があんねん。俺たち打たれた側、喜びもないねん。まだまだ得点どうやら取らないとダメですよ。これも、バント、もうこれもバント、あ、でも丸のとこだしな、さすがに。いや、でも状態悪いし、もうここもバントで、状態の悪さとかそういうとこ判断したらバントの機会をほんとめっちゃくちゃ増やした方がいい。取れる時には確実に取れるやり方で取った方がいいでしょうね。ただ三塁ランナーがポランコなんでね、これ当てるだけのバッティングでは帰ってこれないぞ。相手前進守備とかしてきてないんだけど、ゴロで帰るの厳しくない？ゴロで帰るの厳しくない？まあでもこれならいけるかな。はい、こういう形で2点目、相手とは違いますけどね、派手さ皆無っていう見てて全然楽しくない野球ですけど、今そういう形にはこだわらないから、派手さとかいらないから、勝つこと重要で、得点取った後ピンチ作るのやめて、それお前の悪いとこやぞ、全盛期からな。はい、ど真ん中、失投は正面ついたので助かった。ちょっと冷静になりましょう。色々と文句つけたくなりますよ。さっきの戸郷のいいピッチングを見てる流れもあるから、こいつの出来の悪さとか賞味期限切れ間近の臭い匂いとか痛感するんですけど、冷静になって抑えに行かない。せっかく得点を取ってるの台無しにしたくないから。いいね、ウォーカーまた打ってくれてチャンス作ってくれた。ウォーカーの活躍は先ほどから素晴らしい。やっぱ残しておいて正解だったと言えるね。今の時点では守備ではやっぱやらかす機会とか、ウォーカーによって取れない打球とかめっちゃくちゃ増えるんで、それとやっぱウォーカーいらねってなるかもね。実際昨シーズンそのような感じの流れでなったし、あと打つこともできてなかったんで、昨シーズンほんま数字ボロボロですよ。これを残すメリットとかそういう意味あんのかって言われたら、数字だけ見たら全くない。能力が魅力的なので残してみたって感じで、ほんでウォーカー足早いんでね、これはもうバットに当ててホームセーフ。なる。5回のマウンドも菅野託そうと思います。1番の中野から始まるところ、抑えて勝ち投手の権利を得ることはできず、このポンコツ、くっせえくっせえおっさんや。ピッチャー変えます、変えます。こいつの勝利とかどうでもいい、こだわりはないので変えて、ここでビエイラを出すにはちょっとあれかなと思うが、いやでもこういう場面でビエイラ起用していかないとダメなんで、起用しますね。出して抑えて、まあ同点はもう仕方がないかな。このケースに関しては力で乗り越えられるのであればって感じですけども、近本なんです。うーん、はいかん。逆転待ったらしいよね。菅野のランナー取るな、全部返すことになるでしょうね。で、その流れで負けるんでしょうね。結局守れないから負ける。昨シーズンとやってること同じですよ。得点数の違いはありますけどね。守れなきゃ意味がない。こういうとこで守るためにいろいろと補強して強くしたはずなの。守れてないやん。昨シーズンとやってること同じっていうね。ここで4番の佐藤輝明。死ぬんじゃないかな俺きっと。死なないかな。死んでもいいんじゃないかなと思い始めてきてるけどね。こんな無駄な人生ならば。全然反応しない、落ちる球。初球。外れてフォアボール。ランナー満塁。まあ、このケース満塁の方が抑えやすいんじゃない？抑えれるとしたらね。打たれるとしたら大やけどですけど。前進守備で逆転は防いでいきたい。何が何でもっていう感じで。防げるのであればな。当てたバッティングは？まあもうファーストアウト、こういう形になるわな。逆転されて菅野が無駄なランナーを出すことなければゼロでいけてて、そして勝っていたはずなんですけど、ああいうところでピンチを作る菅野はやはり見切るべきですよ。ウォーカー、はい、取れない。やっぱこいつは使うべきではないな。まともな外野手だった。絶対取れてるんだもん、今の。でもこいつは取れない外野手だろ。それを分かって起用したのは、俺、それを分かって残
越して契約したのも、うれ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 。最下位待ったなしですね、今シーズン。うん、間違いなく最下位になるし、まあ、3連敗するでしょうね、開幕戦で。もう、本当にひどい。ひどさ全面的に出てますよ。もう自分がやってきたこと間違ってるんだなってこと、全部気づきましたね。全部間違えてるから、こういう結果になったんだ。何にも期待できる要素がないんですよ、今のジャイアンツ。何にも楽しくないんですよ。だからもう全てを投げ出して旅したいというか、他の球団でプレイしたい。阪神でプレイしたら楽しいでしょうね。山田哲人加入して強くなった阪神。その立場で見たらすげえ楽しいと思うんだけど、こっち全然楽しくないです。何もプラスになってないので。このまま負けてしまうのか。チャンスはまた作ったな。岡本の一発とか出たら流れ空気全部変えて楽しくなるはずなんだけどな。狙います、狙います。狙わなきゃあかんなの、ここは。狙って打てるかどうかは話は別ですけどね。今打って逆方向に持っていけたんだけど、まあまた次来るかもしれないのでそれを待とう。これじゃないね、これじゃない、これは打てないので。来た、甘い球をさっきから打ち損じまくってますな。でこの球打てないので三振するっていうね。また当然ピンチは作るわな。だって負ける流れを自分たちで作ってるわけなので、負けるピンチもたくさんたくさん来て、ほんで負ける。それが今季のジャイアンツらしいので、もうそこに抗うことなく負けていきましょう。それがふさわしいんでしょうね。負けるのが当たり前なんですね。負けるチームを作ってしまったのは俺自身ですから、もう後に関しては引き続きチームのチャンスとピンチに注目して、まだチャンスがあるらしいので得点を取るその姿勢は見せていくけどね。相手弱さ能力が上がって強くなった選手ですよ。こいつから逆転するのは難しいな。でもやれるならやっていきたいな。無理やね、スピードオンされとるから。三振するかな、三振しかないかな。三振しちゃうよね。おかしくない、おかしくない。みんなしてるから俺もするよ。みんなすること俺もするから、みんなできないこと俺もできないから、みんなできないこと俺できる人間じゃないからね。みんなと同じです。この打球が詰まって落ちるってことはどうやらあったらしいね。これで1点返して、もう1点続いてチャンスは来るのか。この後代打送ってみようかな。誰を出すのがいいんだろう。まあおそらく選手勝手に出てくると思う。増田陸が出てきました。一発とかねえかな、ねえかな、ねえかな、なかったね。三振してきたね、ブザマンね。大勢がまたマウンドに上がって、その大勢が抑えて最終回チャンスなく1点届かず、また負ける。これが今季のジャイアンツらしい。抑えなきゃダメなとこで抑えれない、そして打たなきゃダメなところで打てない、だから負けて最下位になって開幕3連敗待ったなし。ちなみにうちと並んで広島も現在開幕2連敗中。横浜に負けてるらしいですね。おかしいな。横浜は三島康明と選手の流出を許して弱くなってるはずなのにもかかわらず、なんで結果残せてるんだ。逆に強くなった俺たちが結果残せてないっていうね。いろいろとおかしなことやってますけど、出てる結果が全てで真実だ。開幕3連敗が目前にある我がジャイアンツ。今日投げるのは新加入の石川歩。昨シーズン結果を残した投手ですよ。この男がこの流れを止めてくれる、そこに期待してるんですけど、最後はチャンスとピンチじゃなくてもいいと思います。ピンチですね。石川歩がどれだけのピンチを作るかは分かんないんですけども、来たら俺の手で抑えて勝つってことができたら理想。石川歩自体の状態は悪いけども打線の状態の良さがあるんで、まあそこは選手にお任せして得点取ってくれるんじゃないかな。まあ基本的にね、あんまいじらない方がいいんですよね。俺がやったからこれまで負けてきてるってこともありますから。まあだから今日はチームのピンチに注目してみましたが、石川歩がいきなりのピンチを作った。こんなやつを大金払って取った俺、また自分のバカさ加減に気づいてしまった。もう2点はしゃあないかな。今いるランナー全部返すつもりでいきましょう。でこいつ使うのはこれが初めてになるんですけども、今んとこ別に使いやすさとか感じられへんよね、そんなんね。このシンカーはえげつないので、追い込んだらこれで三振取れるんだろうけど、追い込むまで難しくねえかなこのゲーム。追い込んだ、追い込んだ。こっから左バッターに対してあれインコースから入ってくるシンカー、決まったらの話ね。満塁のピンチ一発打たれたらですけど、まあやろう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 、やらなきゃあかんからね。佐藤輝明に対してはスローカーブ、おおめちゃくちゃ打ち気だったね。うまくかわしたって感じか。次ストレート、これ外逃げるシンカーでいいと思う、簡単に。それは反応しないんだ。じゃあインコースカットボールを見せて、また外を逃がす。三振。いや、こういうやり方もありますから、これはいいですね。このやり方でいけば、左バッターに対してはかなり、右バッターも同じようにいけるんじゃないですかね。やっぱこの進化に関してはかなり武器になると思いますよ、石川歩夢。そこに至るまでに打たれたらあれですけど、まあ、これ一つアウト優先。さらに続かれなければっていう話やな。まあ、2点目に関しても当初は与える予定だったのでいいんですけど、まあ、そこは与えることなく1点だけ。いや、でも初回から、このピンチを作る進化入選手ってどうなの？いや、初のマウンド、ジャイアンツのユニフォーム、袖を通すっていうのは、ある意味プレッシャーがこれまでとは違う。
違って全然違いますからね。重圧とかそういうものを感じてのピンチだったのかな。でも初回を乗り越えたんだ。2回以降はないよね。うまく抑えてくれて、この後も続いていってくれ。おおお、打線はひっくり返してくれましたね。この後の追加点もあるはずなので、石川歩夢的にはかなり気持ちは軽く投げれるはずだぞ。まあピンチは作ります。この辺はしゃあないですよ。ピンチがないゲームなんてないから、どんな投手も絶対1試合に2回くらいはピンチ作りますから、その2回目がここできた、俺はそう解釈してますよ。3回目はなくてもいい。どこまで行かせるか、スタミナ的に5回行けるかどうかくらいなんでね、それ以上は行かせなくてもいいかな。これまた最後進化、左バッターに対してはこの外進化、インに投げるより進化外投げた方が断然有利ですね。おいで、お前が取るのね、誰が取ってもアウトになればいい。アウトになれば、さっきアウトにならなかったんでね。よし、このマウンドも抑えて、頼む、この後されよ、この後されよ、押さえろよ。うわぁ、権利目前で撃たれるやつに未来は感じねえ。そら、おっさんだもんね、見た目からして。マジか、このピンチ、あれは。勝利投手目前でピンチ作るやつ、俺一番嫌いなんだよな。好きになるわけねえじゃん。結果、抑えればええけど。5回は投げ切ってくれて、まあ、結果的には新加入で加わったのはいいんじゃねえかなとは思うんだけども、6回のマウンド、払ってる年俸とかそういうこと考えたら当然活かすべき選手なんですよ。球数も67球。もともとのスタミナもそんな言うほど多いタイプではないので、体力的には切れかけ間近、あと状態の悪さ考えたら初マウンドはここで下ろして、あとは勝ちパターンで逃げ切るっていうのが理想じゃないかな。矢崎とか1試合も出してないから、大勢に関してはすでに2試合投げて3試合目また登板させようか、抑えてもらわないとダメなので、6回大勢で、え、抑えたね、ナイスナイス。ほんで7回からもちょっと早いですけど、中川あたり出してもいいんじゃね。あ、山崎が出てきた。お前なのね。ランナー出すことはなく、ランナー出したら交代していこうと思いますけど、はい、出したね。長打という形で出し上がった。いや、もう中川出します。こんなんだ7回の頭から中川で8回も抑えてもらうっていうのが理想的でしたんですけども、もう中川でいけるんで。軽くね。ん?正面ついてアウト。わー、ちょっと待って、これポランコ守備固め送っていた方がいいな。やっぱあの適正なんで動き鈍いわ。ちょっとでも横に逸れたら取れへんから。守備固め要因ではこういう中田とか用意してるので、中田を守備固めで使うってなかなか贅沢ですけども。試合終盤には確実に送った方がいいですね。あいつが一塁手で居続けるのは色々とミスが絡んで、それこそ敗北が増えていくだけやから、変えるとこ変えていかないと。追い込むことができたんだけども、これ全部ボールでいいと思います。最後ストライクはいらない。三振!これだよ、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 これだよ!過去の2試合の敗北があったんだけど、3連敗回避できて、この試合こういう形で勝利を挙げられたのであれば、この後も巨人期待できるよ。結局は内容も大事なんでね。今内容のいい勝ち方ができていってると俺は思ってる。まだ勝ってないですけども。得点なく、なんか、え、中川変えた。え、ちょっと待って、なんか嫌な変わり方したね。え、中川このタイミングで変える意味ある?怪我してるってわけじゃないけどね、普通に生かしたらよかったよ。なんで変えたし、井上が出てきて、井上が抑えるんだったらいいけどね、その状態の良さを使って。抑える?抑えたね。あー、ならいいですけども、変える意味は正直なかったかな。オッケーオッケー、さらに得点ゲットで、あ、高梨がマウンド上がってる。矢先のマウンドなかったっすね。セーブシチュエーションじゃないから。で、高梨が抑えてゲームセットで開幕3連敗は回避。石川歩夢がね、高騰してくれた。こいつ加入したのは失敗だったかと思ったんですけど、この勝利を挙げて5回投げても1失点悪くはないですよね。いろいろとダメな部分を見たような気がするんですけど、いやいや、そのダメな部分は本当にダメじゃなくて、ちょっと一時の感情に身を任して入ってしまった言葉。コーンオフに正しい補強をしてたことがこの勝利に繋がったと思う。石川歩夢なくした今日の試合勝てなかったし、あとやっぱ若手とかも育ててきているからこそ、打つ方とかでも守る方でもその力が躍動し勝ったみたいな感じじゃないですか。まあ開幕2連敗からの1勝2敗なんでね、もちろん下からの這い上がっていく物語になります。ただ決して暗いわけではない。これから明るい未来に突き進んでいけるその材料っていうものはこの試合でゲットできたわけなので、物語は始まったばっかで、あと140試合も残ってますからね。ポジティブになっていこう。いきなりあかん、ダメや、もう無理やとかいう言葉なしや、これからは。え、で、この流れでうちの山崎が全治約2週間の過多つ、必要のない怪我イベントがなぜ開幕戦最後勝ったゲームであるのか。早速選手入れ替えなあかんのんかい。ここはもう鍵屋を上げていきますね。リリーバーで使える能力はあったんですけど、昨シーズンの成績の悪さとか、あと印象の悪さもあって開幕戦は使わずでしたけども、いきなり選手が怪我した以上はこいつを使った方がいいでしょう。開幕戦の結果から、そして選手の怪我から、なんかいきなりズコーってズッコケた感半端ないですけども、何度も繰り返し言います。143試合行われるうちの3試合をただ消化しただけ。あと140試合も残っていて、それ以降の模様は次回以降またお届けしていくわけなので、それが楽しいか昨シーズンと違う景色なのかっていうのはやってみないとわからない。ジャイアンツを勝たせるため努力はしていく。その模様を見届けてくださいな。興味があればね。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。